で自宅で過ごしている時に震災に遭って、その地区で指定されている避難場所に最初行ったんですね。で避難場所に最初行って、でそこからその主人のお母さんがやっぱり山じゃないとダメかもしれないって言われて、そのままお母さんと2人で山に上がって、で津波来た時にはもうその指定された避難所も全部流されてしまって。どうするとか話したことありませんでした。その時私妊娠8ヶ月で、私自身津波なんてって思ってて、だからなんかこう家に一回戻ってなんか持ってこようかなっていうぐらいなんか自分の中で余裕があって、でだからもしそこで主人がじゃあ持ってこようかって言って2人で戻ってたら、今の私ここにいないので、お家は全壊です、はい、津波が来た時はもう自分のお母さんもお父さんの安否もわからないしで、気持ちがこうお腹の子にも伝わるんですよね。やっぱ調子悪いと妊婦さん誰でも思うんですけど、こうお腹張ったりとかして、だからああなんかこう伝わっ、この子にも伝わってるんだなとかって思うと余計辛くなるので、考えないようにしてました。その家自体に何もそういう避難グッズっていうか用意してなくて、懐中電灯とかなんかそういうのって、ああ必要なんだなと思って準備しといた方がいいと思います。